日本を代表するボーカリストとなった EXILE の ATSUSHI 32がさらなる成長を求めて安全地帯の玉置浩二53に弟子入りした。 ATSUSHI と玉置が出会ったのは昨年秋のことだ。 EXILE がホストを務める TBS 系バラエティ番組 EXILE 魂に玉置がゲスト出演。井上陽水63と安全地帯の共同名義の名曲夏の終わりのハーモニーを ATSUSHI と玉置がデュエット。玉置の圧倒的な歌唱力に ATSUSHI が感動したことで二人の付き合いは始まった。すっかり玉置に心酔した ATSUSHI は後輩の三代目 JSOULBROTHERS のメンバーを連れて玉置のマンションを訪れているという。玉置のマンションにはいつでも曲を思いついたらレコーディングできるようにとスタジオがあります。そのせいで近隣住民からうるさいと苦情が出たこともありますが不詳。そのスタジオで ATSUSHI と玉置は個人的にセッションしたり歌唱論などを交わしているという話ですと音楽関係者。 ATSUSHI は EXILE のボーカルとしてまたソロのアーティストとして2012年もフル稼働中。一方今年初頭に大手レコード会社との契約が切れた玉置率いる安全地帯は今何をしているのか。芸能プロ幹部は新しいレコード会社にほぼ決まりかけているそうです。ただそこは玉置和人との契約を望んでいるようで他のメンバーにはゼロ回答を突きつけた模様です。他のメンバーはすでに別の仕事をしているという情報もあるが玉置はもちろん音楽活動を続けていく。ぜひとも玉置と ATSUSHI の師弟コンビで歌う姿をもう一度見てみたいものだが。